フィニッシュした永瀬浩二選手71ポイントというオーダー。さあ残り5台になります。担当戦スタートは2ナンバーのレッド27、西崎智春選手、サレマスサンダーバードシルビアルナ1号機。さあ角度をつけて1ゾーンへと入ってくる。ここからサイドでつないでアウトゾーンの2。さあゾーンを舐めるような走りからタッチアンドゴー、そして外側もどうだ。これはゾーンきれいにまずは入ってきました。さあライン的にはまずまずといい走り。しっかりときれいに抜けてまいりました。さあ西崎選手 S13 シルビアの1本目の走りであります。各ゾーンをしっかりと意識して走ってきました。